レグナムは三菱自動車工業が生産、販売していた8代目ギャランベースのステーションワゴンである。1996年に日本カーオブザイヤー受賞。この受賞以降三菱は日本カーオブザイヤーを受賞していない。1996年にフルモデルチェンジしたギャランのステーションワゴン版であり、当時快進撃を続けていたスバルレガシーツーリングワゴンに対抗するため開発された。 ギャックスラントノーズを採用した精悍なフロントマスクやまとまりのあるリアスタイルで人気を博し特に当時はグディエンジン搭載車が販売の中心であった特に後期型は VR-4 ビエント系のフロントバンパーの形状がより迫力に満ちておりギャラクシーホワイトとのマッチングがよく2018年現在も VR-4 は根強い人気を持つ ベース車であるギャランより車高が3 0ト、mm、ル高く、またリアオーバーハングが延長され、ラゲッジスペースが拡大されている。北米と太陽州ではギャランエステート、欧州ではギャランコンビとして輸出され、特に太陽州や北米で一定の販売台数を得た。しかし、日本国内では三菱自動車販売の2つの自動車ディーラーで波売りする関係上、 ギャランの名称は使われていない。四輪すべてにマルチリンク5リンク式サスペンションを採用し、優れた直進安定性、旋回性能を得ている。逆に、リアにもセダン同様、ハイマウント式、アッパーアームのダブルウィッシュボーンにリンクを追加したサスペンション形式を採用している。ボッティは、ボンネットグリル、リア外観で大まかに前期型と、 後期型に分けられ、グレードによりエアロの違い、内装の本革仕様などで差別化をしている。最上位モデルの VR-4 では、ランサーエボリューションシリーズに積載された、リアデフロックの駆動配分を電気的に配分する、エヴァイ C を標準で搭載し、VR-4 タイプ S には、加えて、アクティブスタビリティコントロールシステムトラクションコントロールシステムを標準装備している。 また、特徴のある装備としては、荷物を多く積んでも、車高を維持しようとする機構の、セルフレベリングサスペンションや、当時日本発だった、サイドエアバッグなどが、オプションで、用意されていた。なお、後期型の VR-4 のうち、タイプ V に関しては、エヴァイシーは、装備されていない。搭載エンジンは、直列4気筒 1800cc の 4G93。 dohc16 バルブ、v 型6気筒 2000cc の 6a12 さい 1c24 バルブ、そのボアアップ版である v 型6気筒 2500cc の 6a13 さい 1c24 バルブ、および dohc24 バルブと幅広い。あとに、前述の3種に代わって、直列4気筒 2000cc の 4g94、dohc16 バルブと 2400cc の、 4G64DOHC16 バルブとなった。その他 6A13 型エンジンを DOHC24 バルブヘッド化ツインターボチャージャー化した仕様をフラッグシップモデルの VR-4 に搭載。レグナム、ギャランの 4G93 型エンジンは世界初の長期白燃焼を可能にしたガソリン直噴グギとして月刊市自動車工学が選ぶ1996年の ニューテクノロジーオブザイヤーで一位を得ている。ありがとうございます。